つぼみとさとみの今夜もつやつや。今日の収録日はまだ梅雨入りしていないんですよね。はい。はい。だから日中ちょっと暑いぐらいじゃないですか。ねえ、うん、半袖でも過ごせる感じ。そうですね、うん。最近昼間かなり暑いですよね。ですよね。うん、でも今年は例年より梅雨入りが早いって言われてますよね。あ、そうみたいですね。うん、うん、そういえば、うん、北海道は梅雨がないんですよね。うんうんうん、そうそう。ねえ、お天気お姉さんわからないです。そうでしたね、お天気お姉さん。うん、はい、うん、私調べましたよ、そう来ると思いましたので。さすが。ちょっと読んでみますね、調べた結果です。はい、はい、梅雨前線は各地で雨を降らせながら日本列島を南から北へと移動し、北海道には例年7月下旬頃に近づきます。しかし、その頃には前線の北と南の温度差が小さくなっているため、前線は不明瞭となって消えてしまいます。そのために北海道には梅雨前線が届かず、冬がないと言われているのです。とのことです。へぇー。梅雨前線が北海道に到達の頃には消えてしまうんですね。です。で、うん、実はね、私昨日まで北海道に行ってたんですよ。あら、そうなんです。そうなんですか。そうなんですよ。なんかこっち関東は少しね、曇りが続いてたみたいなんですけど、うんうんうん、北海道はね、もう毎日、うん、もうピーカン晴天でした。すごい日が続いてました。うーん、冬がないのは羨ましいですよね。うーん、北海道の今の季節ってどんな感じなんですか。そう、今すごいいい季節で、まあ、雪が溶けて、うん、1年で一斉に花が咲く時期なんですね。へぇー。だから今回ね、本当にまず桜、うん、それから芝桜、うん、そしてチューリップ、うん、水仙、うん、これらがね、満開でしたね、どこ行っても。素晴らしい、それは。今度写真をお見せしますね。もう満開満開満開って感じですね。ぜひ行ってみたいですね、この時期。そうね、でもほら、全国に純烈さんのコンサートで行くつぼみさん、この季節にやってもらったらいいんじゃない。あ、そうですね。ねえ、なんかそういえばやってたような気がします。あんまりね、遠くの方はチェックしてないんですけど。うん、あ、まあ、確かに、そうだよね。うん、そういえばなんか北海道も書いてあった気がします。そう。実は先週北海道ではないんですけど、うん、コンサート行ってたんですよ。あら。あららら。どちらに？何回目？大阪なんです。あ、そう。うん、新幹線にもね、もうね、だいぶ慣れてね、今回はスムーズでしたよ。それはよかった、うん。確かね、前回行った時に、なかなかスムーズに行けなくて、うん、もうすごいドキドキしたって言ってましたよね。うん。うん、今回はすんなり乗れちゃいましたよ。おー。成長しましたね。はい。でもね、一つ失敗したんですよ。あら。夜ね、うんうん、焼肉を食べに行く予定なのに、うん、朝新幹線に乗る前に、うん、お弁当をね、買おうと思って、うん、はいはい、すっかり牛カルビ弁当を買ってしまったんですよ。そうなの。もしかして、もしかして、朝から焼肉弁当を食べたの？そうなんですよ。一口食べて思い出したんですよ。あれ？と思って、食べてから。そうそう。朝からね、うん、そう、本当はね、お昼に食べようと思って、うん、お弁当買って持ったんですよ、はいはい、お昼ご飯、新幹線の中で食べた方がいいなと思って、うんうん、はいはいはい。で、朝は乗る前に卵サンド食べてたんですよ。うんうん。そう、だけどね、そう、美味しそうだったんでね、うん、つい食べてしまいました。じゃあ朝は、卵サンドと焼肉弁当と。うん、そうでしたね。あ、まあ、さすがですね。やっぱり、そう来ないと、つぼみさんじゃないよね。は
はい、ではね、今日も前置きすごい長くなりましたけどね。はい、はい、今回のつぼみさんのまあまあスムーズだった新幹線の旅と同じことで、はい、今日の番組もスムーズにスタートしましょうか。あ、まだスタートコールしてませんでしたね。ですね。はい、うん、この番組はFM88.7MHz、携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマルラジオの JCBA からでもご視聴いただけます。吹きの塔の初夏でした。この曲はさ、1975年に発売された曲なんですよね。はい、うん、こう当時の北海道札幌市のご当地ソングと言われていたそうです。吹きの塔の2人って北海道出身なんですよね。ああ、そうなんですか。そうですよ。知ってます？なんとなく。なんとなく。かすかな記憶が、うんうんうん、でも男性なのに声が高くて綺麗な声ですよね。いや、ほんとそうなんですよ。いわゆるイケボってやつですよね、うん、イケボ、うんうん、そう、イケメンボイスってことですか。そうそうそう、そうなんですよ。そう、実はね、私も今日ね、うん、調べていて、うん、イケボって分かっちゃったけどね。そう、うん、そういえば最近聞きますね、うん、そういう言葉ね。そうよね。うんうんうん、うん、そう。声の良い人、イケボって魅力的ですよね。ね、うん。声が高いだけではなくて、男性なら低い声の人も魅力的なんですよね。わかるわかる。低い声はさ、なんかこう、安定感があって、聞いてるだけでめっちゃいいよね。うんうん、疲れている時に聞くとほっとするのが低い声かな。そうだね。この人の声ならずーっと聞いていたいって思わせてくれる安心感もありますよね。わかる。それもわかる。そう、低くてさ、まあ、特に甘い声だと色気もあるし、うん、ね、うん。大人の低い声限定ね。子供はダメね。顔も見なくても、こう、ドキッとしません？わかります、わかります。ねえ、うん。そう。で、逆に、高い声のイケボってどうなんだろう？高音は、普通の喋る時ではなくて、うん、歌を歌った時の高音が素敵だと思います。そうだよね。うん。わかるわかる。こう、トーンが違う？歌った時と喋る時と。そのギャップが結構魅力的だよね。でもどちらかというと、うん、軽い感じとか、せっかちの感じもあるかも、うん。あ、そうね。高い声ってそうかも。つまり、高音より低音男性の方がイケボってことだよね。うん。芸能人で言うと、うんうん、玉木宏さん。あー、うん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 。低くて素敵だと思う。あー、そうそう。ね、絶対そうだよね。そう。まあね、そういうね、芸能人の話が出ると思ってね、もうこれもサクッと今ちょっと調べてみましたよ。そうなんですか。そう。じゃあね、いきますね。これも、はい、ね、女性が気になるランキング、ランキという会社がね、調べたものなんですけど、何でもランキングつけてくれるんですね。ねえ、いいですね、この会社。うん、はい。では、この女性目線でのランキングということが、まずヒントね。うん。はい。では、問題です。あ、またまた問題ですか。そうです。最近問題続いてますね。そうです。うん、はい。声が低い男性芸能人ランキング30選。っていうのがありました。で、まあ、俳優さんや声優さんで、今年、2022年版ですね。うん。うん、では、第3位。あなたでしょう。ドゥ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 。2020年、22年になったばっかり。なったばっかりで、今年のランキング、そう。誰だろう。ちょっとね、これはね、難しいと思う。じゃあ、ちょっと正解いきますね。はい。お名前が V、うん、
V って、V さんの V です。V っていう名前？そう、グループ名？韓国人みたいね。ああ、うん、そうなの。俳優さんで歌も歌ってるっていう感じみたいでしたよ。ちょっと私も知らなかったです。では、第2位です。これはね、日本人です。誰でしょう？難しいよね。じゃあ、こちらも正解いきますよ。はい。斉藤工さん。声は確かにイケボですが。そう。顔もイケメンじゃないですか。そうなのよ。ねえ、そして、栄えある第1位です。誰でしょう？ティッ、誰でしょう？ティッ、ティーン。当ててください。玉木宏さんじゃないですか？もうほんと玉木宏さんめっちゃいい声ですからね。うん、はい。では第1位は、福山雅治さんです。そうですよね。ねうんうん、もう声は疑う余地がないイケボですね。うん、そうね。でもですよ。うんうん。顔もイケメンですよね。そうなんですよね。なんかギャップの人っていないんですかね。ギャップ。ギャップの人ね。でもそれ言ったらかわいそうじゃない。そうですね。確かに。それもそうだ。うん。あえて探さないことにして。はい。はい。ではね、このさっきの私たちが知らなかった V さんね。はい。第3位の V さん、どれだけイケボなのか、ちょっと歌っている曲を聴いてみたいと思います。はい。はい。V さんの、Winter Tree という曲でした。これ、めっちゃイケボじゃないですか？そう、低い低音と、渋い低音と、こう、魅力的な高音、両方入ってるんですよね。そして、甘い声ですよね。そう。これは第3位納得ですね。そうなんです。そしてね、この V さんね、ネットで見ると、顔がね、かなり、こう、ベビーフェイスで、で、しかもイケメンなんですよ。やっぱりそうなんですね。ねえ。やっぱ、イケボさんはイケメンってことでいいですか？うん。そうですね。はい。はい、だそういうことでね、私たちの結論は、イケボさんは声もいいけれども、やっぱりイケメンということの分析が出ました。ということで、後半行きたいと思います。はい。はい。ね、私ね、最近ハマっている YouTube があるんですよ。おぉ、どんな独身の寂しい OL の YouTube が面白くて面白くて。また20代、30代、40代、50代のね、まあいろんなのがあるんですよね。幅広い。うん。そうなんですよ。一人でね、まあご飯食べに行ったり、はいはい、旅行に行ったり、ビジネス、はい、ホテルに泊まったり、で、顔は映してないんですよ。ああ、はい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 。うん、でもなんかこう、普通の生活、うん、なんだけれども、うんうん、特別変わったことはしていないんですけど、面白いんですよ、何か。なるほどね。Vlog って言うんですかね。ああ、そうです、そうです、そうです。私もちょっとやってみたいなと思って。出た。そうなんだ。いわゆる、ビデオブログのことですね。Vlog。あ、ビデオブログの略なんですか。そうなんです。ビデオで、そのさっきつぼみさんが言ったありふれた日常を撮って、それを、こう、一部切り取って、で、公開してるっていう感じですよね。そうでしたか。ひぐみさんも、私生活を公開したいんですね。いやいや、そういうわけではないんです
けれどもね、うんうんうん、なんかね、顔出してないし、うんうん、なんか簡単にできて、うん、面白くていいなぁと思って、うん、ただね、うんうん、後ろから撮ったりとかしてるんですよね。あー、はいはいはい。あの、会社から帰ってきて、うん、家に入ってきたところを撮ったりとかしてるんで、うん、やっぱ、誰か協力してくれる人がいるんじゃないですかね。あ、まあ、特に後ろ姿を全身映してるんだったらそうだろうね。うん、でもそういう人ってさ、多分もうある程度こう売れてて、収入源があって、うん、うん、人を雇って撮ってもらってるとか、やってんじゃない？あ、そうなんですかね、うん。最初は自分で撮ったりしてるかもしれないけどね。うん、うん。そうですよね。一人じゃ大変ですよね。なんか、一人寂しく暮らしてます、みたいなことを言ってるんですけど、難しいですよね、一人で全部やるのってね。そうだと思うけど。うん、なんか、うん、そう、過去にね、さかの、うん、面白いから、はいはい、ずっと過去に遡って見てたりすると、はい、やっぱり、だん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 上手になってきてるんですよね。あ、映し方とかね。うんうんうん、最初の頃よりも。ああ、うん、なるほど。うん、そうなんですよ。でもさ、そんなに人の生活って変わらなくないですか？例えば、朝起きました。顔洗った、うん、ご飯食べた、うん、仕事しに行った、友達と外で会ったり、うん、あの、帰ってきてから、例えば女性だったらお化粧落としたりとか、あとまあ、なんだろう、ジムに行ったり、趣味になんかヨガをやったりとか、変わらなくない？みんな。うん、そんな、うん、私と同じような生活をしている人を見るのが面白いんですよ。ああ、そういうことか。うん、そっか、実はね、私も子供もよく Vlog 見てるんですね。あ、本当ですか？やっぱりそうなんですか？そうなんですよ。で、私がよく言うのは、うん、そんな人の生活見て何面白いのって聞くんだけど。うん、ねえ、なんでだろうね。うん、ねえ、うん。私が見てる人たちはね、なんか、はい、あ、ビジネスホテルにちょいちょい行ったりしてるんですよ。うん、なんか、日頃のね、仕事のストレスを解消するために、ビジネスホテルに泊まって、お酒を飲んで、いっぱい食べて、みたいな、うんうん。で、そのビジネスホテルも紹介してくれてるんで、うんうん、あ、行ってみたいな、こんなとこって思うんですよね。はいはい、はい。まあ、そっか、それはわかるなぁ。ねえ、うん。なんかこう、なんていうのかな、自分とちょっと共通する部分があって、ちょっと憧れもあって、みたいな感じがあるのかしらね。そうですよね。なんか親近感も湧くし、共感ができるっていうこともありますよね。そうだよね。で、みんなよく食べてるんですよ。うんうん、飲んだり食べたり、飲んで食べて寝て、みたいなね、感じなんですけどね、痩せてるんですよ。なんでだろうと思って。ああ、そうか。つぼみさんが面白いと思うポイントがまた面白いな。こう。たくさん食べてるのに痩せてるわとか。そうかもしれない。ちょっと変わってるんで私。そう。でもさ、そこは切り取りだからさ、多分普段はこう食べ方にちょっと気をつけてたりとか、実は寝る前にヨガやストレッチをやってるかとかあるかもしれないね。そうですよね。毎日こんなたくさん食べてるのは私だけで、他の人はきっと、メリハリをつけてるんですよね、ちゃんとね。いや、わからないけどね、うん、それはね。ただ、こう、日常のさ、生活も BGM をつけたり、こう、効果音をつけることで、うん、普段の生活なんだけど、よりキラキラっと見えたり、こう、センセーショナルに見えたりするんじゃないかな。ちょっとそんなセンスは作るのに必要かなとは思うけど。うん、やっぱりね、BGM とか効果音なんかもすごくいいんですよね。うん、どこでどうやって見つけるんだろうってね、思ってました。なるほど、そっかそっか。うん、そういえば、うんうん、私たちのこの番組の効果音、うん、はいはい。覚えていただきました。あら。そうそう。
セリーメイダフィーラブさんからコメントいただいてまして、あ、そう、うん、うん、この番組のオープニング曲好きですって書いてくださってました。あ、そうなんだ、嬉しいですね。うんうん、本当に、うん、そう、私もこの曲好きなんですよ。あら、そしたら、うん、やっぱりそう思ってくれてたんだと思って。あ、嬉しい、それは嬉しいね。うん、そう、ね、このね、そう、それとね、曲すごい選びましたよ。やっぱり。そうなんですね。このツヤツヤっていうのをイメージしてどんな曲がいいかなってすごい探しました。うん、あら。そうでしたか。ありがとうございます。はい、あとね、うん、つぼみさんとさとみさんのお話が楽しくて面白くて、うんうん、数えきれないぐらい笑顔になります。あら、もうそれも嬉しいじゃないですか。嬉しいですね。ありがたいですね。もう。ね、本当にいつもありがとうございます。そうそう。あのね、うん、本当に、サムネイルなんかもみんな素敵なんですよね。はいはい、そうよね。そう。だって、サムネイルを見て、あ、ちょっと見てみようかなって思うよね、うん、やっぱり。うんうん。ちょっとサムネがつまらなかったり、なんかピンとこなかったら、ちょっとスルーしちゃうから、やっぱりセンスが必要なんじゃないかな、と思う。そうですね。うん、なかなか Vlogger への道も簡単ではなさそうですね。いや、大丈夫だよ。スマホ一つでできるし。そう、うん。Vlog にもこうなんかジャンル的なものがあるらしくって、例えばさっきお話ししてたモーニングルーティンとか、うん、あと毎日の食事だけのシーンとか、うんうん、あと今日のメイクみたいな感じでやってる人もいるので、うんうんうん、結構つぼみさんもそんな諦めないで挑戦したらどう？では次回は。つぼみの Vlogger への道について語り合いましょうか。あ、それいいじゃないですか。楽しみにしてますよ。はい。ということで今日もお時間となりました。今日の女子トークはいかがだったでしょうか？あなたの何気ない日常コメントを待っています。お待ちしてます。私たちを応援してくれるスポンサーを大募集しています。ぜひ、ラジオ川越ホームページへご連絡ください。過去のトークは、ラジオ川越公式 YouTube に載っています。携帯アプリでは、レディモに表示されている番組名の、つぼみとさとみの今夜もつやつやをタップしていただくと、ツイッターに飛ぶことができます。そして、そのままレディモにコメントを書いていただくこともできます。この番組のお相手は、元アラフォーアイドルのつぼみと時々和太鼓奏者さとみでした。この後も引き続きラジオ川越をお楽しみください。